今日は、こちら、松ノ瀬海岸、の方ですね、はい、よく走るところから、まあ、お送りしたいんですけれども、はい、今日はね MT-01 に、乗ってやってきておりますが、そうですね、最近ね、この、まあ、安倍元総理大臣ですね、まあその方の、まあ、国葬というのがね、執り行われました、まあ、それに対してね本当にねなんかもういろいろね嫌なものを見せられましたね、はい本当に嫌なもの見たなあれ。でこうなんていうのかな、最近俺ねちょっと思うんだけれども、なんかちょっとね日本人が日本人らしくなくなってきたっていうか、そういうのを思うんだよね。まあ中にはねもともと日本人っていうのはこういう人種だよって、言う人はいるかもしれないけどさ、なんかねちょっと俺こう違和感感じるんですよね。まあ今日はねそんな話を、させていただきたいなと、いうふうに思います。はい、まあちょっとね僕の動画これ今ね、国葬が行われた直後に出すと多分ね炎上するんだろうねでも僕の動画だいぶ後に出ますからね、ああそんなこともあったなできっと流されていくんだろうなとは思ってますけどね。西日も傾いてまいりました。はい、午後、3時半の松ノ瀬海岸でございますけれども、はい、そうですね、まあ大騒ぎでしたね、国葬ね、本当にね、まずね、まずこの話をする前に、まずね僕の考えというか僕の立場っていうか、僕が思っていることを、まず皆さんにね、お話をしたいなというふうに思います。はい、それは、僕自身はまずその今回のね、安倍元総理の、国葬、これを行うということに関して、僕のスタンス、まずそれから話したいと思います。それを話さないとちょっとわけのわかんない話になっちゃうからね。はい、まず賛成はしません。はい、賛成は、しておりません、評価もしておりません。はい、なぜなら、これはね、どのように取った世論調査かは分かりませんけれども、かなりの数の人が、その安倍元総理のね、国葬に対して、評価しないと、賛成しないと、まあどの世論調査見ても半数以上なんだよね。まあそれが、マスコミがね正しく調査をしているかどうかっていうのはまた別問題だけれども、そう言われているということもありますし、僕自身もそう思っているので、まず賛成はしません、そして評価もしません。はい、で、じゃあ反対するか、反対しません。はい、なぜなら反対しても無駄だから、もしくは意味がないからです。はい、なぜかというと、この国葬というのは、その内閣ですかね、内閣が閣議決定ができて、それで執り行うことができる行事と、いうことになっているようだからですね。はい、法律でそうなっているんですよね。であれば、僕が反対したところで、意味ありません、はい、意味ありませんね。で、正直、僕が一番言いたいのは、そうですね、これすごくね反対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 ってとんでもないとんでもないとかって言ってる人、まず、皆さん選挙行った選挙行って、もの言ってるよね、もちろん、選挙行ってないのに、ちなみにですけどね、空波は、20歳になってね、まあ、今は20歳じゃないんでしょうけどね、成人が、空波の時代は20歳でした。20歳になって選挙権を得て、からこの方すべての地方選、すべてのそれから国政選挙、選挙と名のつくものすべてに僕は、参加をして1回もボイコットしておりません。はい、危険、放棄はしておりません。だから僕は言う権利があると思ってます。で、言わせてもらえると思ってます。でも、このね、例えばじゃあ閣議決定で決められたことじゃないですか、ということは今の政治を決めたのは選挙、国民が行った選挙で決めてるわけですからね、国会議員というのは。はい、それにそもそも、参加してないやつは何も言う権利はない、これに関しては、はい、と思いますよ僕は。はい、本当に皆さん選挙行ってる人がそんなにこんなにたくさん多いのかなって僕はふと思いました。まずそれは、はいはい、本当僕はそう思うよ、そこで口を出すとこじゃないんだよ、そこで文句を言う場所じゃないんだよ、国民が文句を言うのは選挙においてだろう、
はい、あのなんで次は投票に行って自分が支持しない、政党には入れずに、自分の支持する政党に、きっちり入れればいいと思います。だから僕は、反対しても無駄だからしません。はい、まずね、はい、そこがスタンスです。で、邪魔は、しません、バカじゃないからはい、これその、まあ、結局国葬って国のね、儀式、しかも、その題目は葬式です。葬式の邪魔をするってどういうことですか。僕はそんな、頭の悪いことはしたくありません。はい、ですから、僕は、邪魔は、しません。うん、で、弔うか、弔わないか、まあ、これは個人の自由ですよ。はい、個人の自由だと思います。国葬あ反対賛成とはまた別議ですね。その弔うか弔わないか、まあ、これに関しては僕のスタンスは弔うです。はい、弔うです。なぜなら、まあ、安倍総理はね、日本人ですし、日本の政治家でありますし、日本の、まあ、国の日本という国家の最初を務めた人物だからですよ。はい、本当にね、その安倍さんの国葬を反対するっていう時にね、マスコミとか他の人はみんな安倍さんの罪の部分だけを本当に報道しましたね。はい、何やってんだろうと思います。それ僕正直アホじゃないかなと思いますね。人間です。功罪というのは必ずあります。政治家もそうですよ。功あれば罪もあります。絶対そうです。人間だってそうでしょ。皆さん、あの功だけの人なんかいます？絶対罪も犯してるんですよ。悪いこともしています。間違いないですよ。で、人が死んだ時にその罪の部分だけを、まあね、あげつらねて、その人を侮蔑するようなことってする？普通僕はしないし、したくない。本当にね、昔戦争がね、終わった時に、まあ隣の国とかその隣の隣の国とか僕はよくわかんないけども、その日本にね、日本が戦争で負けた時に、日本に協力的だったその国の国民の人がいたとしたら、その人のね、墓を暴いてね、その死体を掘り出して恥ずかしめたらしいですよ。それに等しい行いをね、僕はしてるんじゃないかなと思います。それって僕は日本人のすることじゃないなというふうに思うのが僕のスタンスですよ。当然その悪口を言っちゃいけないってことはないですよ。でも葬式の時ぐらいね、まあ静かに見送ってやったらどうだと、いうふうに、僕は思うんだけどね。うん、まあ喪が明けたら散々悪口いやいいじゃんまあだけどさ、だけどあの人ってこういうこともしてたよね、こういう疑惑あったよねって、それは別にそのね、あの後から言えばいいと思うよ。それを、まあまあ葬式のね当日とかね、その前にその小裸にね、大声で叫び続けるっていうのは僕は、ちょっとどうなのかなと、うん、人間として、ちょっとハレンチな行為なんじゃないかなって僕は思うんだけどね。まあこの僕の考え方が古いと、言われるかもしれませんけどもね、私は、そういうふうに、思っております。うん、でね、やっぱりね、なんていうのかな、この間、まあ、とある格闘技の、まあ、イベントにおいてね、その花束を贈呈するっていうね、まあ〇〇党の党首っていう人が、相手のね、これ偉大な、まあ、ボクシング界のチャンプですね、はい、偉大な、まあ、チャンプに向かって花束を投げつけるという、本当おおよそアホ臭い、まあ、茶番劇を見せられました。うん、これね、なんていうのかな、話を聞いてると、相手が、なんか失礼なことを、まあ、言ったかしたか、だから目には目を、歯には歯をで、こっちも失礼な態度を取ってやったみたいなことを言ったんですけど、一言言わせてください。子供か子供か本当に幼児か、脳が、脳みその中、まあ、3歳児か4歳児だろう。それがそのまま大人になってるぞ、それ
あのおかしいでしょう、ね、そんなことするって。その日本の恥を全世界に、放映したようなもんだよね、それおかしいって、うん。まあ僕のね、次男が、先日、全く話変わるんだけど、テニスの試合でね、まあ、相手の中学校の選手に暴言を吐かれたそうです、まあ、試合中暴言を吐き続けたようですよ、まあ、あのうちの次男たちに対してね。でその時はたまたまその中学校の先生は他のコートに行っていて、そこにはいなかったそうです。それでね、うちの次男はどうしたかというと一切応酬しなかったそうです、うん。まあ、悔しかったとは言っていましたけれども応酬しなかったそうです、はい。でそれを、まあ、あの聞いたね、そのうちの中学校の先生は、まあ、こうおっしゃったそうです。まあ、相手が、非礼なことをしてきたことに対して、非礼で、返すのは、こちらも非礼になるだろうと。だから、君たちのしたこと、何も言い返さなかったことをやり返さなかったことっていうのは、非常に尊いことですと、いうふうにですね、先生は言っていただけたそうです。まさにその通り、それなんです。はい、相手がこちらに失礼なことをしたからといってこちらも相手に失礼なことをやり返したら相手と同じです。何も言えなくなります。はい、こんなこともわからないんでしょうかね。はい、あのいいおっさんになってですよ、そういう人を、そもそもそういう花束贈呈のなんていうのかなイベントに選んだ、イベント側のね主催者、もうこれ首首でいいと思いますよ。はい、どう考えたっておかしいでしょう、そんなの。まあ僕だったらね、まあそのなんていうのかな、その相手をどうしても挑発したかったと、してもね、うん、まあもしするんだとしても、僕はね、ビシッとした清掃でですね花束を丁寧に、渡してと僕はこう言うと思うんですよ。私はあの偉大なチャンプでありますあなたを、心から尊敬しておりますと。でも、今日は、僕は、朝倉未来が、勝つ方に、10万ドルかけておりますと、はい。そしてニヤッと笑って花束を渡してやりますけどねそれ小声で言いますからそんなことは全国とか世界中に放映されませんからね。はい、でも、それでもメイウェザー選手は、それでもしかしたら、まあ大人でしょうからねカットはしないんでしょうけれどももしかしたらこうちょっとねムッとしてくれるかもしれませんよね。はい、そういった、ことなら僕はするかもしれませんけれども、まあ、全世界にね恥を晒すような、行為恥ずかしいような行為、まあ、皆さんの国葬のねその話も世界中に、報道されてみんなびっくりしてるっていうふうに僕は聞きますよ。はい、日本の恥かなというふうに僕は思っております。はい、どうもね、こう日本人はね、こう外国のもしくは外国人の、悪いところだけを、かっこいいと勘違い誤解して、真似る傾向があると思います。これはね、やっぱり、やめた方がいいと思います、うん。まあ、外国でも、笑われるような行為というのは笑われる行為です。はい、それをたまたま映画だったり、演劇だったりで、オーバーに演じているものをかっこいいと錯覚して、それを真似してしまう日本人の、知能はそれは知能が低い人だと思いますね。はい、ですので、皆さんね、そういったような、世界中にね、まあ、日本人の恥を、晒すようなことにはならないようにね、私も含めてですけれども、これから注意していきたいなと、うん、いうふうには思います。はい、ということでね、今日は、だいぶというかかなり、言い過ぎたと思いますけれども、まあ、僕的にはね僕はそれでも間違ったことは言ってないと思います。まあ例のね〇〇ウイルスの時もね、序盤の時から僕はおかしいことはおかしいと言ってきました。まあそれによって散々叩かれもしました。でも、今どうでしょう、1年半2年、2年半経った今考えてみてください。僕はあの時僕が言ってたことのように世の中は変わってきていると僕は思ってますよ、うん。あの頃僕オートバイで外をね走るだけでも、事故って医療リソースをうんちゃらかんちゃらとか、言われたりとかバイクに乗ることでさえね、接触も他人としないのに、非難されていたことっていうのは明らかにおかしかったことだと思います。はい、それは、それも含めてね今も僕の考えは、一貫して、ブレておりませんし一貫して、変わっておりません。鮮やかな光と喜び
付け。